はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、ちょっとね物申したいことがあってね、今からちょっと乗り込みに行ってこようと思います。っていうのはね、カベヤさんのとこですね、ウェルプレイドリーグのカベヤさん、皆さんね、よくご存知だと思うんですけど、ちょっとね、もう引っかかってんですよね。1ヶ月ちょっと前ぐらいにやった、ESL のね、世界選手権で、僕ね、多分カベヤさんに英釈したと思うんですよね。けど、なんかね、ちょっと完全に無視されちゃったような気がしていて、それが昨日なんかね、夜どうしても引っかかって、もうこれはちょっと直接話しに行くしかないなと思ってね、ちょっと今からね、カフェ屋さんのところに行ってこようかなと思ってるんですよね。ちょっとね、ここを確か、このグランシャリオかな？確かここですよね。そうそうそう、カフェ屋さん。一番上にいらっしゃいますね。はい、リクエスト送りましたけどね、これちゃんと承認してくれんのかっていうところでね、ちょっと待っておきたいと思います。起きた、来ましたね。グランシャリオ承認されました。話がある。カワヤさん、カワヤさん、ちょっとお話があるんで電話をつながしてもらいましょうかね。カワヤさん、どうもこんばんは。こんばんは。いやー、カワヤさん、ちょっとね、すいません、急に、はい、乗り込んできて申し訳ないんですけど、ちょっと今大丈夫ですか？はい。いや、この前ドイツをお越しいただきまして、お疲れ様でした。どうも。お疲れ様です。いや、あの時ですね、偶然だと思うんですけどね、多分私ね、トイレに入るタイミングぐらいで、うん、カバヤさん見かけたような気がしたんですよね、ちょっと。マジっすか？ほんとほんとほんと、そうなんですよ。多分だけど、多分あれはカバヤさんだったと思うんですよ。で、僕会釈したんですけど、はい、なんかね、ちょっと無視されたんじゃないのかなと思っていて。やばい、引っかかりがすごいな。いや、でも多分ね、あれはそうだと思う。はい、すいません、気づけなくて。いや、ちょっとね、それがあってですね、はい、ここは白黒ね、はい、ちょっとしっかりゲームでつけた方がいいかなと思うんですよね。もう限りなく僕白だと思うんですけど。いや、証拠はないですよ。証拠はないですけど、僕は譲れないものがちょっとあって。まあ、いやでも全然いいですよ、生きて立ちます。お、ありがとうございます。なるほどね。まあでも、まあ、僕負けないですからいいです。一発でね、お互い一回ずつ攻めちょっといい決めさせてもらえたらなと思ってるんですけど、はい、もうカバヤさん、村とか準備できてます？早いな。 OK です OK です。ありますよ。じゃあ、でも普段の村でいいですよ。ここでね、お互いに研究し合ってなんていう、ちょっとそんなのはあれなんで、もうぶつけ本番でいきましょう。じゃあ僕のこれはユタ14授かった配置です。ええ？ちょいなんですかそれはちょっとなんか2人で1対2になってる感じがしますけどね。ちょっとなんかあれじゃないですか、竜神じゃないですか。いや、もうそういうのないんで、早く詰めてもらっていいですか？よし、カバヤさん、じゃあちょっとね、こちらも編成が整いましたんでね。はい、了解です。じゃあ村張ります。はい、行きます。はい、カバヤさん村、これかこれか、これ悪くないんだけどな。これね、ちょっとね、まあ、攻め方としてはちょっとクイヒーラバルでね、行きたいと思ってるんですけどね、ちょっといやらしいんですよ。陸、はい、のね、クロスボウとかマジ鬱陶しくて、これダメでしょ。今作った、いくぞい、頑張ってください。あ、やばい、バルーン出しすぎた、やばい、手が緊張して震えた、やばいやばい、まあ、1体ぐらい大丈夫。やばい、結構やばい、なんか緊張しまくってる、やべえ、ビビってる。カットが、よし、いけ、あー、カゴカット、いや、コミさん、うまいな、いけ、サイドカットがすげえ丁寧。よし、ここまでパターン通り、はまってる、いいでしょう。どう、はい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 、ちょっとダメージが、ちょっと固まってるけど、どう。よし、ババキンもいい仕事してる。使っていく。いい。ここまでいいよ。よし。ちょっとやばい、これクイーンの回復が足りないか。大丈夫か。クイーン。危ね。相手のクイーンがいると、これ怖い。やばい、ビビった。ちょっとこれ黒く早かったかもしれない。
頼む頼む頼む、やばいやばい、すげえやべえ、クイーン、クイーン残る、クイーン残る、クイーン残る、あー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 やべえ、あーあーやべえこれやべえ、ちょっと完全に予想外だ。え、クイーンさん手が震えてビビっちゃった。あーさどうしよう、あれやばいって、どうすんだよ、破壊したいっすねこれね、ほらまずいって、ちょっとかなりやばい。早めにトームを使って、ここはなるべくもうギガテスラを落としに行った方がいいよね、ちょっとまずは。で、うん、もう早めになんかこうやばいって、すげえやべえこれやべえ、散らかってる、やばいやばいやばい、ちょっとかなり散らかってる、かなり散らかってる、やべえ、逃げる方が破壊できないと、やばい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 、これちょっともう一回やりてえもう一回やりたい、やばい、ちょっと待ってこれを迷って、やばい、この攻めはクソだ、やばい、この攻めはクソどうしようもないっすよ、やばい、この攻めはクソだぞマジで、ちょっとやばい、どうしよう、今すげえテンション下がってですね、もうあのこれちょっとなかったことにしてテイク2がないかどうかっていう話を真剣にしたいんですけどいやもう真剣も何も、ね、僕はちゃんと真剣にやりたいんで、これはちゃんと有効なものとして僕の攻めいきたいと思いますちょっとダメだこれはい、ということでコミーさん星2の 65% ということで、村張ってもらっていいですか、株や攻める、はい、すいません、話いただきますちょっと待ってください、すぐ貼りますんで、はいはい、おう、はい、じゃあコミさんの村攻めていきます。いやちょっとね、これはこれも絶望しかないですよね、ちょっと星2の65でしたよね確かね、まあ、つまり星2を取られて半分ぐらい壊されたら負けってことでしょ。はい、まあ、戦術はツーサイドラバルでいきたいと思います。おー、なんかもう完全に取りに来てるじゃないですか。まあね、全開しないと面白くないんでね言うな、おいここまで失敗した私を前にして、はい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 、お頑張れビスト、うわでも大砲は、大砲が落ちたか、ちょっとこれ9時方面のところの区画を、まあ、綺麗にローコストに削られちゃいましたね。これどっから入るんですか。あ、そこからか、やってるね、ギガテスラ方面から入っていくというところですね。もうカバヤさん完全に無口になっちゃってますね、もう。あ、ごめんなさい。いいですよ。あの喋って失敗し、ね、ちょっと。もうこれ喋って失敗してもらおうと思って。いやいや、そんな、そういうわけにいかないんでね。よしよしよし、いいぞ、いい感じで防衛のネクロが出てきてるけど、ポイズンの書き方のタイミングがいいな。ただこれ壁、壁点のババキンは多分ここで落ちるだろうとちょっと踏んでるんですけど、あ、ギガテスラがちょっと凍らされたか、ちょっと厳しいかな。よしよし、せめてバーバリアン潰せ、バーバリアン潰せ、よしよしよし、キングも潰せ、キングも早めに潰せ、アチャクイが打ってるからいい感じ、よし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 。で、これね、自軍のアチャクイがね、やられるかどうかが結構でかいですよね。アーチャークイーンちょっと防衛なのか頑張ってほしい。いいぞ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 、クイーン取れてる、クイーン取れてる、クイーン取れてる、いいぞいいぞいいぞ、よし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 、ソラパートが始まって、これは十字方向からボマーの上から一気にバルーンか、いや 29% なんとか頑張れるでしょう。アチャクイ残ってるから結構これ中心部分での防衛は効くんじゃないかな。ああ金式か、やばい、ライドラにやられた、ライドラにやられて、やばいやばいやばい、もうダメだ、やばい、もうダメだろ、これ 53% でバルーンがこんだけいたら下手すら全開まで持って帰るパターンだこれ。あーやばい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 、あ完全にやばい、あ完全にこれはやばいぞ、おっとこれはコミさん、完全にこれはやばいぞ、あーもうダメなんじゃないか、これはコミさんやばい、ちょっとこの配置は、この配置はコミさんやばい、ちょっとやばいあーっとコミさんひどい、あーコミさんこれはもうちょっとやべえ、ごめんマジか、ちょっとこっからあれがな、なんかあのロマサガのクイックタイムみたいにやって、ちょっと時間止まってくんねえかなあ、僕もねドイツに遊びにしてたわけじゃないんで、うわ言う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 、ごめんなさい、なんかマジか、すいません、まあ、コミンさんが、まあ、成功しようが前がね、僕は前回取るんで
やべ、ちょっとこれ帰った方がいいな。かぶやさん、かぶやさん、はい、ちょっとありがとうございました。いい戦いができて本当にね、まあ私も満足しましたんで、ちょっとじゃあ、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、コミさん。なんすか、なんすか。もう今脱退ボタンを押すギリギリなんですけど。その2対1の勝負仕掛けてきて、そのボコボコにやられて、そんなね、返さないですよ、そんな簡単には。いや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 。そんな僕も鬼じゃないんで、はい、まあ、変な言いがかりつけて、はい、言いませんでしたっていう一言が、はい、いただければもう僕は許します。日本に来た時になんかご馳走してください。本当に本当に申し訳ありませんでした。はい、まあ、僕もそのねドイツで気づけなくてすいませんでした。本当に、いやいやいや本当にいいんですよ。多分あれはきっとカバヤさんじゃなかったんですね。この結果がね全て教えてくれた気がします。私は。本当に日本に来たら連絡ください。 ありがとうございます。いやーカバヤさんうまかったですね。本当にまさかの全開取られるという。でカバヤさんもですね、ご自身の動画、ウェルプレイドリーグさんのチャンネルから出してますんで、もしね、まだ見たことないよなんて方がいらっしゃいましたら、チェックしてもらえたらなというふうに思います。いやでもめちゃめちゃいい人ですね。ぜひ今度また日本にね、帰る機会あった際にはお会いしたいなというふうに思うんですが、一方でね、まあ、今回の件に関して、負けっぱなしもちょっとね、まあ、悔しいので、もうこの因縁云々は関係ないんですけど、次はね、この負けに対するリベンジっていうのもね、ちょっとやっていきたいななんていうふうに思うので、お楽しみに。ほいじゃあ、バイバイ。